今回は僕は今月久しぶりにカナダのウィスラーブラッコムに滑りに行くので、ちょっとそこに向けた、まあ、ワクシングだったりとか、あとは長期的に滑りに行ったりとかするときに、まあどういうふうにね、現地で対策すればいいのかみたいな、ちょっとそんなお話も踏まえて紹介しようかなと思うんですけども、まあ僕は、まあこのコロナになる前までは、だいたい10年ぐらいかな、10年ぐらい毎年のようにウィスラーにね、滑りに行くようにしてたんですよ。まあそれぐらい僕はね、あそこのゲレンデが本当好きで、まあ本当にね、もう広いしね、まあ思いっきりこうスピードも出せるし、まあ景色もいいしで、まあとにかくすごく楽しいので、また行きたいな、でもコロナでね、しばらく行けなかったなっていうことだったんですけども、今年久しぶりに行くことにしましたので、まあこちらは僕がやってるオンラインサロン、スノーボードサロンフォワードの、まあ、ツアーっていう形で行くので、まあサロンメンバーさんたちと一緒に行くので、僕は今すごく楽しみにしてるんですけども、まあなのでね、そのためにもやっぱりこのメンテナンスっていうのが、まあ気持ちよく滑るためにはね、やっぱ重要になってくるので、ここも手は抜くことができないので、まあどういう対策だったりとか、すればいいのかっていうのを紹介したいと思います。さあそれでは本題に入る前にですね、ちょっとお知らせというかご案内したいことがあるんですけども、僕最近 YouTube の方でもいろいろとこうやってワックスのお話だったりとか、まあメンテナンスのお話なんかをさせてもらっていて、でそうするといろいろとこう質問を入れていただくことがあって、ただねちょっと僕なかなかねこうすぐ回答ができなかったりとかしたりするので、でそんな時にちょっと活用していただきたいのが、僕の音声メディアボイシーっていう、そちらの、まあ、僕パーソナリティをもう2年半ぐらい前からやってるんですよね。まあ、それもインターネットラジオって感じで、まあ、スマートフォンのアプリから、まあ、いつでも好きな時に、まあ、自由に聞くことができるんですけども、なのでそちらの方はもうね、この2年半ぐらい毎日情報発信してるんですよ。まあそれはもう本当スノーボードのことがまあメインなんですけども、まあそれ以外のことだったりとかね、まあちょっとたわいもないこともいろいろお話しすることもあるんですけども、基本的に毎日いろんなことを発信してますので、で、そこにもうすでに過去に、まあいろいろともう本当ワックスのことだったりとか、メンテナンスのこととか、たくさんお話ししてるんで、例えば、最近も YouTube の方にご質問いただいた、ワクシングペーパー使わないんですかっていう質問あったんですけども、それなんかも、すでにもうボイシーの方では、過去にもう何度かお話ししてるので、なので、ちょっと疑問に思ったりとか、これちょっと知りたいなってことは、ぜひね、そちらボイシー利用していただくと、そのね、ボイシーの方で検索するところがあるので、放送の検索を。そこにね、カタカナでドミネーターワックスって入れていただくか、あとは僕の放送の方にハッシュタグつけてあるんですよね。そのワックスだったりとかメンテナンス関係のお話をした放送に関しては、ハッシュタグでドミネーターワックスっていうのつけてるので、そちらタップしていただければ、その放送ですね、ドミネーターワックスとかメンテナンスとかの放送が一覧で出てきますので、まあその中に、まあタイトルでね、いろいろ出てるんで、あ、これ気になるなとかね、まあそういう感じで使っていただけるとすごく便利で、よりね、一層いろんなスノーボードだったりとか、まあもちろんね、メンテナンス以外の、まあ、スノーボードの話なんかもたくさんしてますので、ぜひね、そちらも活用していただければなと思います。こちらのYouTube の方ね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから入っていただいて、アプリをダウンロードした方が聞きやすいので、ぜひ使ってみてください。さあ、それでは、これからね、ウィスラー滑りに行くためのワクシングをするんですけども、じゃあどんなワックスを選べばいいかってことですね、まずは。で、ワックスを選ぶためには、まずそのゲレンデがどういう状況なのかっていうのを、まあ、把握しとかないとですよね。まあ、これはね、どこのゲレンデ行くに関しても、まあ、そのゲレンデは、ね、どういうコンディションなのか、まあ、どういう雪質なのかとかね、まあ、どのぐらいの気温なのかとかっていうのも、まあ、把握しておいて、それに合わせて、まあ、ワックスっていうのを選んであげなきゃいけないんで、で、そうすると、カナダのはね、今、まあ季節がね、日本とそんなに変わらないので、今ちょうど向こうも春なんですよね。なので、まあビレッジとかね、街は普通に春の陽気なんですよ。ただ、まあとにかく大きなゲレンデなんで、もうね、確か単体のゲレンデで言うと世界でももうトップクラスの、まあその滑走面積が
あるスキー場なので、でそうするとね、ビレッジとゲレンデのその山頂ですね、が標高差が1600メーターとかあるんですよね。で標高差で1600メーターあるってことは、もう気温で言うと10度以上とか変わっちゃうんですよ。だからビレッジとか街中では春の陽気でちょっとポカポカで暖かいんですけども、ただゴンドラ乗ってリフト乗ってでそれで山頂の方に上がっていくと、本当にねトップシーズン並みのまだ気温だったりとか雪質だったりとかになってるので、でそうすると山頂からずーっとこう下の方に滑り降りてくると、だん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 こう季節が変わってくみたいな感じで、もう最初はすごくハイシーズンのいい雪なんだけど、途中からちょっと緩くなってきて、でそれこそもう一番下の方まで行くと、もう春雪のシャバシャバ雪みたいなね、まあそんな感じのコンディションになってるんで、でそうするとね、ワックスの基本的なセオリーで言うと、まあハイシーズンの硬い雪、まあいい雪には、まあ硬いワックスを合わせるっていうね。で、春雪の緩んだ柔らかい、暖かい時には、柔らかいワックスを当てるっていうセオリーになるんですけども、でも、上と下でそれだけ差があると、どこに絞ればいいかわからないわけですよね。そんな時に活躍するのが、ドミネーターワックスのこのズームシリーズですね。これは、もうある程度の温度帯であれば、しっかりとワックスがこう変化しながら、いろんな雪のコンディションに合わせて対応してくれるっていう、そんなワックスになってるので、もうウィスラーは間違いなくズームシリーズです。このシリーズを使うのが一番おすすめです。はい。そして、その中で僕は今回入れていこうかなと思ってるのが、こちらのレースズームのニュースノーですね。はい。まあ、この間、春雪対策最強ワックスはどれだっていう放送で、僕はレースズームのオールドスノーを紹介したんですけども、まあ、あれに関しては、もう明らかにね、まあ、雪が汚れてるとかね、まあ、明らかにもう春雪の、まあ、緩んだ雪だっていうのが、まあ、確実な時はそっちの方がいいんですけども、ただ、さっきも言ったようにね、まだまだゲレンデ上部の方はハイシーズン並みのコンディションっていうのも期待できますので、そうすると、オールドスノーを使ってしまうと、ちょっと外れてしまう場合があるんですよね。なので、そんな時は、ニュースノーの方を使った方が、まあ、こっちの方がね、当たり外れが低いんですよね。じゃあ、このレースズームのニュースノーとオールドスノー、どういう風にこう、使い分ければいいかっていうと、わかりやすく言うと、ニュースノーの方がフッ素が少なくって、オールドスノーの方がフッ素の方が量が多いっていう風にイメージしといていただいていいので、でそうすると、フッ素っていうのはあまり多すぎるとダメな時っていうのもあるんですよね。でダメな時っていうのは寒かったりとか、雪の結晶がこう、とんがってる時っていうのは、フッ素っていうのは逆効果になってしまう場合があるので、だそういった意味で、こちらのフッ素の量が少ないニュースノーの方が、そういう寒い雪ね、結晶がとんがった時にももちろん対応してくれるし、あとはまあ古い雪になったとしても、まあある程度のフッ素は入ってますので、まあ水を弾いてくれたり汚れを弾いてくれたりとかもするので、そういった意味でまあ当たり外れが少ないのはこちらのレースズームのニュースノーの方が、まあ当たり外れが少ないので、まあ例えばこれは日本のね、ゲレンデとかでも、ハイシーズンから、春雪まで1個でね、済ませたいってことであれば、もうこれが最強です。はい。この間は、古い雪っていうね、って限って言えば、まあ、オールドスノーが最強だったんですけども、シーズン通して使うんだったら、こっちの方が、まあ、ものすごく滑走性が高いですね。はい。そしてそこにあとはこちらのブレッドを混ぜていきます。今回はこの間はねのサイコ紹介したんですけども、やはりちょっとねサイコだとね、まあこれもニュースノーオールドスノーって分かれてたりとか、まあちょっとねワックスが硬すぎてしまうと、それはそれでね、あんまり良くない時もあるので、そうするとこちらのブレッドの方が割とオールラウンドに使えるワックスになってますので、こちらもグラファイト入りのワックスになってるっていうことは、ある程度その雪が硬くって摩擦が起きやすい状態でもすごく対応してくれるし、あとは
春雪のねちょっとこう不純物なんか混じってて摩擦が強くなった時っていうのもやはりこういうグラファイト入りのちょっと固めのワックスを混ぜてあげるっていうのは効果的なので、なのでこれをミックスさせた状態で今回は滑りに行こうと思ってます。さあそれではここからは現地に行って、まあ、長期的にねちょっと何日か連続で滑らなきゃいけないってなって、でその間ね、まあ、アイロンできないよっていうね、まあ、そんなコンディションの時に、まあ、どういう風に対応しておけばいいかっていうことで、まずねこれはまあ別にその長期的に滑りに行く云々じゃなくても、まあ、基本的なところから言うとこのねスクレーパーとブラシですね、これはね、まあ、これはもうとにかくいつでも持ち歩いておいた方がいいです。まあ、なかった時のためにね、これいつでも持ち歩いておいた方がよくって、で、滑走性が落ちる原因の一つっていうのは、やはりまず汚れなんですよね。なので、滑り終わったら、このスクレーパー&ブラッシングをして、表面の汚れを取っておくだけでも、それだけでもね、滑走性だいぶ戻りますので、まず一番基本的なところで言ったら、まずこのスクレーパーとブラシを持っていくだけでも、それでも十分です。はい。ただやはりもう少しね、こう滑走性をね、やはり常にいい状態維持しておきたいなってことであれば、まあ、ペーストワックスとかね、そういうのをまあ別で持っていくっていうのも一つの手なんですけども、まあそれだけのために、まあ、ワックスね、別で買うのもちょっともったいないなっていう方は、普通にね、この固形のワックスをそのまま持ってってください。そしてやり方としては、滑り終わったらスクレーパーかけてブラッシングして、まず表面をきれいにしたら、これをね、生塗りするんですよね。表面に生塗りをしてあげて、そしたら例えばドミネーターだったらこういうドミテックスっていうね、まあ、ちょっとスポンジみたいのがあるんですけども、これでこう、擦り込んであげるか、もしくはこういうフィニッシュクロスっていうね、これもドミネーターのアイテムなんですけども、まあ、こっちを使ってこう擦り込んであげてもいいんですけども、まあ、要するにアイロン使えなくても生塗りして擦り込んであげればそれだけでもワックスの効果十分出すことできますので、まあ、そういった形でまあ対応するかっていう感じで、まあ何日かね、これはだから別に海外行くに限らず、まあ日本でね、滑る時とかでも、まあ2、3日立て続けにちょっと滑りに行く、特にこれからの時期ね、2、3日連続で滑りに行くと、ソールすごく汚れてしまうと思うので、そういった時に、やはりスクレーパーとブラシを持っていく、最低、まずね。それで、あとは、より滑走性高めるのであれば、まあ、ペーストワックスとかね、そういうのを使うのもいいんですけども、まあ、それを持ってないのであれば、この固形ワックスを持ってって、そのまま生塗りしてあげて、擦り込んであげるっていうやり方でも大丈夫です。それでいい状態をキープできますのでね、ぜひこちら参考にしてみてください。さあ、それではね、最後に、今回、じゃあ僕がどのボードを持っていくかっていうのをちょっと紹介しようと思うんですけども、今回ウィスラーに持っていくのはこのバンクドアールの157センチです。はい、これはもうねハイスピード系のボードになってますので、まあ本当にねゲレンデがものすごく広いんで、やっぱりねいつもよりもね本当ねワンサイズぐらいは大きめのボード持ってかないとねなかなか耐えらんないんですよね、あそこのゲレンデっていうのは。なので、まあ、157センチのこのバンクドアールを持っていくのと、あとは、このオールマウンテン2の154センチと、オールマウンテン2の158センチっていうね、サイズ違いで今回持っていこうかなと思ってるんですけども、まあ、この158センチはね、僕はあの、ウィスラーで滑るときはもうこれがもう本当にもう最強に楽しめる。すでにね、どんなコンディションが来ても、まあ、ハイスピードで滑れるっていうのがこのオールマウンテン2の特徴なので、この158センチがねもうとにかくまあああいうほんとね広いコンディションだと抜群にいいんですけども、まあ今回はちょっとあえてねこの154センチも持っていこうかなっていうのが、まあ、要するにこれまだ2019年とか2020年にこの出したばっかりなんで、まだねウィスラーに1回も持っていけてないんですよ。なので、ああいう広い大きなコンディションで使うとね、どういう感じになるのかっていうのも、まあ、チェック兼ねて、今回はこちらの54センチの方も持っていこうかなと思ってますので、はい。ちょっとその辺のね、
まあゲレンデの様子だったりとか、まあボード使った感じだったりとか、またこちらの YouTube の方でもね、レポートしたいなと思ってますので、引き続きね、チャンネルの方チェックしていただくか、あとは先ほど紹介したあのボイシーの方では毎日情報発信してますので、まあ現地からのレポートなんかもいろいろしたいと思ってますので、ぜひそちらのね、ボイシーの方も登録していただけたらなと思います。